Thank you. Yes, thank you.嬉しい。はい。わかりました。わかります。全部全部。Yes。おお。Yes。セイ君ちょっとね、一緒にちょっとドラゴンで、これがもう彼が憧れで、あードリエンのファン、ビッグファンのビュー。実は彼は11歳の時からブルース・リーに憧れて、ブルース・リーの服、ブルース・リーのズボンからも全部揃えて、自分でヌンチャクを作ってですね、学校に通って、学校でピョ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 、お父さんがその動画を撮ってまして、11歳のこの流星君がもうちょっと大きく、彼の8歳ですけども、いやー、その小さい時のですね、ちょっとこれをポーズ撮りますか。 OK? おお、ああファンタスティック、おーよ、ファンタスティック、ファンタスティック、オッケー、オッケー、あ、ちょっと彼のヌンチャク見てくれますか。で、ちょっとヌンチャクをちょっと、This is good, OK? You used to be in the younger days.Yeah, so better than me. Oh, really? He's better than me. 昔の僕よりもよっぽど上手です。He's the future star. 彼が未来のスターになると思います。Yeah, so, yeah, よかったね。それはね、ぶない。だからもちろんジャッキーもサムハンもユンピョさんも自分の道を選んで、それらの3人とは違う、もっと独自の自分の道を選ぶ。でも心の中に、イメージの中に常にやっぱりブルース・リーがいるわけですね。日本だったらもちろん北斗神拳のケンシロウ、それからジョジョの不思議な冒険を、みんなみんな本当に彼の中にもブルース・リーが住んでますからね。